こんにちは。おっさんオリガと申します。私はドクロの召使いです。主人のモッシュは魔女で死体フェチの使用術師です。使用術を禁止している魔術師ギルドが気に入らないので、ギルドに潜入し、乗っ取りを企て、成功しました。モッシュの手下によって秒殺された、虫の王、マニマル子が、不死の立地となって復活しました。文字通り、死なないようです。マニマル子は思い込みの激しい人なので、思い込みの可能性も捨てきれません。案の定です。再び倒すことは可能ですか？あの悪魔を過小評価していたようですね。トラーベン氏を生き返らせるだけではないでしょう。直接ここ、魔術大学を攻撃し、使用術師のアミュレットを再生する。混沌と混乱が我々を包むでしょう。私はギルドに内通者がいるのではないかと思っています。あなた自身が目撃したように、彼の奴隷が我々の中にいるのでしょう。今こそ我々ギルドの存亡の危機です。生き残るために必要な秘密を一つ明かしましょう。あなたは我らが大魔術師です。しかし、あなたの力には限界があります。こんなこともあろうかと、トラーベンは我々の力になってくれる一人の人物について言っていました。若い頃、トラーベンはサイジック教団のアルビオンの弟子でした。マニマル子が最初に現れる前まで、魔術師ギルドを担っていました。アルビオン？はい、私は会ったことがありません。トラーベンは彼が何世紀にもわたって生きていると言っていました。そして、アルビオンはガレリオンその人の教え子であったと。彼は我々ギルドが持っていない、古代魔術の高度な知識を有しています。彼ならば、マニマル子の恐怖の支配を止める手立てを、知っているでしょう。私が知っているのは、彼がジェラール山脈の洞穴に住んでいるということだけです。あなたとアルビオンが我々の唯一の希望ですので、気をつけてください。I hope I can help. 私はラジャール。アルビオン様のご鋭研究者です。あなたは大魔術師トラーベン様のご友人のようですね。どうぞこちらへ。It's my pleasure. Please continue. もちろん、アルビオン様はこの先におられます。
It's my pleasure. Please continue. あなたがアルビオン。いかにも、私がアルビオンだ。老人を想像していたかね。歳を取るのを遅らせているからね。見かけで判断はしないでくれ。あなたは女？ラミナスは彼って言ってたけれど。ははは。そのラミナス氏とはお会いしたことがない。おそらく、勘違いしているのだろう。ここには客は滅多に来ないんだが、君がいるということは、大魔術師とラーベンに何かあったのかね？マニマルコ。絡みかね？ええ、お察しの通りです。ああ、彼が魔術師ギルドに対する障害であることは知っている。また、彼の不吉な気配が戻ってきたことも。私は魔術師ギルドの創設者、ガレリオンの弟子だった。マニマルコのことも覚えている。第二期の時代、死が彼の信者を打ち破るのを手伝ったんだ。トラーベンは優秀で賢かったが、戦士ではなかった。だが私は心の中では知っていた。もしそのような危機が訪れれば、降霊を押しても彼は戦うだろうと。トラーベンは、カクカクしかじか、というわけで亡くなりました。なんだって？彼は、幼虫の王との戦いで君を助けるため、自らを犠牲にしたのか？真の勇気だ。だが、マニマルコはまだ彼を怪我している。これは試練だ。君が私の親愛なる生徒の魂を解放しようとしていることに感謝する。君が今の大魔術師のようだな。不思議な感じだ。君は力、知識、そして信念を持つタムリエル最強の魔術師だろう。しかし、他の者がそうであるように、君には魔術の真の力が欠けている。君の責任ではない、魔術師ギルドはもうそんな知識を教えるようなものではなくなっている。マニマルコと彼の部下たちが、依然強力な存在であり続ける理由だ。おそらく、彼を破ることはできる。彼は強いが、偽りの不死だ。彼を常妙の領域に引き込むことは可能だろう。それには、彼を戦いで消耗させ、打ち倒すことが必要となる。そうすれば、彼は来た場所へ戻る。君とトラーベンへの信頼の証として、君に協力しよう。準備に3日くれ。その間、ここで待ってくれてもいい。トラーベンの死、アルビオンは、アルトマーの美女でした。体はティーンで中身はおばあちゃん。たまりませんね。準備に3日かかるとのことでしたが、3日もあれば、使用術師の隠れ家を、1つくらいは潰せるでしょう。Am I supposed to be impressed?
準備できました？ああ、見ての通り、これは私特製のエルフの防具だ。それから、君が戦いの中で使用するための薬を、いくつか用意した。間違いなくマニマルコは強い。
君は真の力を持った魔術師同士の戦いを目撃するのだ。私の薬が生き残る助けになるだろう。魔法で彼の居場所を特定した。そこへ行こう。彼の恐怖の支配を終わらせなければ。開かない。なんで？離れていてくれ。
激しい戦いだったが、我々は勝利し、魔術師ギルドには平和が訪れた。今、トラーベンが安らかな眠りについたのを感じた。なぜ、彼が君を大魔術師に選んだかわかるよ。君の勇気は天井知らずだ。君が偉大なものになることは運命だと私は思う。そろそろこの老骨にはきつい時間だ。私はヘルセス砦に戻るとするよ。君さえ良ければ、いつでも訪ねてきてくれ。さすがにこれ以上、マニマルコが復活することはないでしょう。三度目の正直がないことを祈ります。嫌な予感はなくなった?うん。でも、自分の寿命が見えた。何そのオカルト。寿命って、モッシュはすぐに死ぬの?割と。それは困る。モッシュが死んだら、私は帰らなきゃいけない。